びっくりした。どうしたの？っていうか、なんで二人が一緒に？まあ、ちょっとね。あ、そうだ。夢は止めてくれてありがとう。いいっていいって。またいつでもおいでよ。なんなら住んでくれちゃっても構わないし。それは名案だね。今住んでるとこの同居人なんか感じ悪くてさ。こいつ。あ、なんなの？説教でも始めるつもり？別にどこで何してようと私の勝手でしょ。なんでキレてんだよ。キレてないし、普通だし、むしろ機嫌いいくらいだし。あの、ちょっといいですか？みずきちゃん、さっきまで泣いてたんですよ。泣いてた？ええ、それでお店の子たちで慰めてあげてたんです。みずきちゃんのお母さん、あんなことになっちゃって、多分精神的にかなり参ってるんじゃないかと。ここに来たのはきっと寂しいからで、昨夜イリスちゃんのお家に泊まったのも一人じゃ心細かったからで。翔子の死体はまだ警察の方で預かっている。通夜はしていないし、荼毘に付されてもいない。さらに犯人は捕まっておらず、父の沖浦とは音信不通。おまけに同居人であるお前からも見放され。別に見放したわけじゃ。とにかく瑞希の精神を不安定にさせる要素はてんこ盛りだ。瑞希ちゃん強がってるだけなんですよ。分かってあげてください。はあ、女体盛りが780円。ああ、それ誰かが落書きして小さい「よ」を足しちゃったんですよ。だから本当は二体盛りなんです。あ、そっかそっか。二体盛り780円ね。あの怒りで伊達の頭殴ったらどうなるかな。怒りが湧いてくる。その前に死ぬだろ。
ですね。三つくり絵長提灯暗号か、受け口の細身尾長の沖縄はぎみたいな人。よく言えたな。なんでそんなこと聞くの？ちょっと気になったことがあってな。沖浦水産はおじいちゃんが作った会社だけど、今のパパとは何の関係もないんじゃないかな。冷凍倉庫のことはよくわかんないよ。あれ、浮き輪に見えるでしょ？でも本当はホワイトチョコでコーティングしてある巨大なイカリングなんですよ。沖浦さんには小さい頃からずっとお世話になりっぱなしで。ほら、うちって母子家庭でしょ。それでママのサポートとかもいろいろと。私が赤ちゃんの頃はおむつを替えてもらったこともあるみたいで、レムニスに入れてもらったのももちろん沖浦さんのおかげだし。それまでイリス個人的に動画をネット配信してたんだよ。歌ってみたとか踊ってみたとかゲーム実況とか。そしたらね、あれよあれよという間に爆発的に人気が出ちゃって。ああ、その話なら聞いたことが。それでいろんな事務所からオファーが届くようになったんだろ。だが沖浦とイリスの母親が知り合いだったこともあって、結果的にはレムニスに。でもね、単純に知り合いだったからってわけでもなくて、他にもちゃんとした理由があるの。パパはイリスの才能に惚れ込んでたんだ。才能？ダンスの才能だよ。それを認めてたからこそレムニスに。小さい頃から目をかけてきたのに他の事務所に取られるなんて尺だって思ったみたいで。そんな話初めて聞いた。パパは人のこと直接褒めるような人じゃないからね。なんか照れちゃうな。沖浦さんにそんな風に思ってもらってたなんて。別の警察の人からもいろいろと聞かれた。でもずっと連絡が取れないままなの。だから知らないって言ってるじゃん。同じこと聞かないでよ。だってこれを。嘘ってことか。まあ単に興奮してるだけかもしれないが。みずきちゃん、ここによく遊びに来てくれるんですよ。だからお店の子たちとも仲良しで。可愛がってもらってるんだ。オーナーの娘だからか。そんなんじゃないよ。本当にずっともみたいな関係なんです。だが持ってる取り合いのはオリハルコン。どう考えても沖浦の力だな。
類まれなる見事な骨盤じゃ。私がここでバイトしてた頃からの友達です。プライベートでもよく遊びに行ったりとか、心霊スポットとか UFO を呼ぶイベントとかね。チンチコール、チンチコール、チンチコール。みずきちゃん、それは絶対言っちゃダメなやつ。はい、寝ることよりも食べることよりも、あ、食べるのは同じくらいかな。とにかく昔から体を動かすのは大好きで、足もめっちゃ速いしね。うん、小学生の頃からずっとリレーの選手に選ばれ続けてて、しかもいつもアンカーなんでしょ。えへん、そいつはすごいな。知ってました？イリスってギリシャ神話に登場する虹の女神のことなんですよ。神々の伝令役、メッセンジャーガールを務めてて、足がものすごく速いんです。一説によると、虹がすぐに消えてしまうことからその伝説が生まれたとか。じゃあその俊足は名前の通りってわけか。今度一回勝負してみます？ああ、機会があればな。私も見たいな。私もまあ見たい気がしないこともないぞ。どうしようかな。いいじゃんいいじゃん、踊ってよ。でもじゃあ私準備してくるね。私が書いた詩に沖浦さんが曲をつけてくれたものなんです。だから
から一番思い入れがあって。そういやあいつ作曲とかもしてるんだったな。はい、とても多彩な人なんですよ。私浮浦さんのこと心から尊敬してるんです。恩人でもあるし、誰よりも信頼できる人で。なあイリス、そろそろ教えてくれないか。日曜日の午前2時以降、お前はどこで何を。まだ約束は果たされてませんよ。これはデートだ、ちゃんと約束は守っただろ。私はこう言ったはずです。デートの約束が完遂されない限り。完遂というのは完全にやり遂げることを意味します。まだ終わってませんよね、デートは。突然ですが、ここで散歩ケクンアイズ。あるところで子供がかくれんぼをしていて、樽の中に隠れました。でもすぐに見つかってしまったそうです。なぜでしょう。樽は英語で言うとバレルだから。なるほど、わかったぞ。樽は英語で言うとバレルだからだな。正解。すごい、伊達さんってやっぱり天才ですね。まあな。お前、目撃情報があったんだ、ここで沖浦を見かけたって。それっていつの話ですか。いつ情報を入手したのはついさっきのことだが、いつ見かけたのかは。そうですか。何か思い当たることでも。沖浦さん今日は来てないんですけど、昨日だったら。昨日だが俺は昨日もこの店に。その後のことですよ。伊達さんと太田くんが帰ってからここに来たんです。なんですぐに教えてくれなかった。だって教えてほしいなんて言われてないですし、そもそも伊達さんの連絡先も。くっそ、入れ違いになってしまったようだな。木浦さん、イリスちゃんのこと探してるみたいでした。お店のみんなにどこにいるか知らないかって聞いて回ってて。私のことを。うん。理由は何か言ってなかったか。特に何も。イリス、心当たりは。いえ、全く。瑞希はどうだ。わからない、なんでだろう。この骨盤、見れば見るほど惚れ惚れするの。うわー、やっぱこの骨盤最高だわ。え、骨盤？しまった、思わず口に出して。完全に不審者認定されたな。変わったことですか。そういえばものすごく具合が悪そうでした。顔が真っ青で汗をダラダラとかいてて。事故のせいか。そうかもしれんな。
結局お給料見つからなかったが、どうやら奴はイリスを探しているようだな。一体なぜ。とにかく考えるのは後回しだ。そろそろ行こう、伊達。ああ、そうだな。したんだ。大丈夫ですよ。ちょっとそこの段差に足を取られただけです。なんかいろいろと懐かしいなって。ここ私にとっての思い出の場所なんです。今から6年前、ある人と一緒によくここに遊びに来たことがあって。ある人。私はその人のことおじさまって呼んでました。とてもいい人で、気さくで頼りがいがあって、実の父親みたいに慕ってたんです。でもある日突然いなくなってしまって。もしかして。ああ、どうやら瞳が交際していた彼のようだな。2日前、アイドルになった理由を聞かれた時、私こう答えましたよね。有名になりたかったからって。実はそれもおじさまのことと関係が。私6年前からその人のことをずっと探してるんです。だけど全然見つからなくて、どうやって探せばいいのかもわからなくて。だったら自分の方から見つけるんじゃなくて、向こうに私のこと見つけてもらえばいいんじゃないかって。有名になればそいつの方から連絡してくると。はい。アイドルになったのはそのためだったのか。もちろん小さい頃からの夢だったっていうのもありますけど。だがだったらどうして A セットなんて。見つけてもらいたかったら本名を名乗るべきじゃ。おじさまが考えた名前だから。もしも将来私がタレントになったらこの名前を使うといいって。あそこにある花を。花？ここからじゃ遠すぎてよくわからないですよね。私はこの神社に詳しいので知ってますけど。遠すぎてよくは。暗いしな。これはあやめだな。正確には神崎あやめ。イリスの家にあったのと同じ種類の花だ。
うちにある鉢植えのものと同じです。2日前花言葉を教えましたよね。確か良き知らせと希望だったか。あやめは英語で言うとアイリス、イリスはギリシャ神話に登場する虹の女神のことで、神々の伝令役メッセンジャーガールをって話は散歩けでしましたよね。だから花言葉は良き知らせと希望なんですよ。ここは古事記に記載されているイクメイリビコイサチノミコト、イクメ天皇とかイクメノミコトって呼ばれることもありますけど、とにかくその神様が祀られた神社なんです。古事記にはこんな話があります。ある時イクメイリビコは家臣である田島守に命じて、とある奇妙な木の実を常世の国に探しに行かせました。その木の実の名は時軸の角、食べれば不老不死になるという不思議な木の実です。田島守は幾多の苦難を乗り越え、やっとの思いで木の実の入手に成功。ところがそれを持ち帰った時にはすでにイクメイリビコは亡くなっていました。嘆き悲しむ田島守、泣きながら木の実の半分を大木崎に手渡すと、残りの半分をイクメイリビコのお墓に捧げ、その場で息を引き取ったと言われています。でその時軸の角の木の実なんですけど、後ろにある社殿の中に祀られてるって噂が。まさか不老不死の実が。ええ、興味ないですか。ああ悪いが全く。不老不死よりは羽毛布団の方が魅力的だ。いませんね、沖浦さん。まあそりゃそうですよね。目撃情報があってからすぐに駆けつけたわけじゃないですし。移動しちまったらしいな。残念ですけど。見たところ何か手がかりになりそうなものもなさそうだ。完全に徒労に終わったな。だてむやみに時間を浪費するべきではない。移動だ。わかったよ。俺は確かにここで見たんだ、イリス、お前の死体を。でも私ここにいますけど、もしかして幽霊だったり。足がついてる。足に見えるけど本当は授乳器官なのかも。そういえば夢の中で私を助けたって言ってましたよね。それってどういうことなんですか。俺がアビスって組織に所属してることは言ったよな。はい、2日前車の中で聞きました。容疑者や参考人の夢の中、ソムニウム世界に潜って手がかりを探す、それが俺たちアビスの仕事なんだ。夢に潜るって深空システムって装置を使う。何ですかそれ。そういう装置があるんだよ。説明になってないです。どういう仕組みなのか教えてください。だからそれはそのなんだ、説明してやってもいいが、理解するにはある程度の予備知識が必要で。予備知識？この台の上に
私の死体が？ああ、おいお前、ここで着ているもんを全部置いていきな。なんだよそれ。ハイデンバーの真似です。なんだよそれ。ドイツの山奥で追い剥ぎをして生計を立ててるおばあさんのことですよ。なんで日本語なんだよ。こんにちは、僕ドラム缶。お前もか。なんだよそれ。大怪獣キバゴンの真似です。なんだよそれ。江東区のキバに住んでるモンスターですよ。なんだよそれ。うわー、美味しそうなキャラメル。本当だ。でも、大きすぎて一口で頬張ったら顎がもげちゃいそうだよな。伊達さん、何言ってるんですか。あれはただの段ボール箱ですよ。お前、どうやら知らないみたいだな。いえ、知ってます。今世界中で使われている AI の基幹プログラムのことですよね。そうだが、どうしたんだ。え、なんだか怯えてるように見えるが。なんでもありません、気にしないでください。ん？ピュータも言っていた通り、ウジャトシステムの登場によって人間の自我データは抽出することが可能となった。これを対象者の脳内に送り込むことでシンクは実現されているのだ。知ってますよ、ブラッドブレインバリア、血液脳関門のことでしょ。人間の頭の中にはちっちゃい小人さんたちがたくさん住んでいて、血の中に溶け込んだ悪い物質が脳みその中に入らないよう守ってくれてるんですよね。まあそう解釈してもらってもいいだろう。 BBB は脳内の微小血管に存在する。ここを通り抜けられるのはおよそ 0.4 ナノメートル以下の物質のみで、それよりも大きな物質は脳細胞へと到達することはできない。もちろんナノテクノロジーのことですよね。目に見えないぐらいちっちゃいちっちゃいちっちゃいサイズの物質や物体を扱う技術のこと。この技術で作られた同じぐらいのサイズのちっちゃいちっちゃいちっちゃい機械のことをナノマシンといって、医療とか先端科学とか他にもいろんな分野で応用されてるって聞いたことがあります。特に最近のナノマシンはものすごく進化してるみたいで、がんとかそれ以外の病気とかでも体の中に潜り込んでいってビビビビビーって治してくれるんだってママが言ってました。あ、ビビビビビーなのかチュルチュルチュルなのか
ギルギルギルなのかはよくわからないですけど、ただナノマシンを使って治療するにはまだまだとんでもない金額がかかるみたいで、今のところそれを受けることができるのは一部の恵まれた富裕層だけしかいないって左翼の先生から聞きました。おおむね合っているが、一応補足しておこう。ナノというのは10のマイナス9乗を意味する接頭辞のことだ。したがって1ナノメートルというのは10億分の1 0.00000001 メートルのことを表す。シンクシステムで使われているナノマシンは 2.16 ナノメートル。ウイルスの大きさはだいたい20から970ナノメートルだから、それよりもさらに小さな機械ということになる。このマシンは人間の脳内にある神経回路を組み替えることができる。これによりシンクシステムは対象者の脳内へとシンカーの自我データを書き込んでいるのだ。わかった、それだけ知ってりゃ十分だ。説明してやろう。俺たちシンカーはシンクギアってやつを装着することで対象者の脳内へと潜り込む。そのギアの奥には大量のナノケーブルが収納されていて、それら一本一本の先端に特殊なナノマシンが接続されている。このマシンは血管の中を通して脳へと送り届けることはできない。どうしてかというと、 BBB の小人さんたちが「うにゃーちけー!」って弾き飛ばしちゃうからですね。まあそうかな。だがナノマシンはどうしても脳細胞のところまで送ってやらなければならない。さてどうするか。頭蓋骨にドリルで穴を開ける？いや、じゃあイクラマンフトシみたいにツルハシで。道具の問題じゃない。そもそも穴なんて開ける必要はないんだよ。なぜなら頭蓋骨には最初からそれが空いてるからだ。そのうちの一つが眼下の奥にある視神経管、オプティックカナルだ。シンクギアから排出されたナノケーブルは眼球と眼下の隙間に潜り込み、その奥に開いた小さな穴、オプティックカナルを通って海へと至る。海？灰白色の広大な海、脳細胞の海原だ。なんだかロマンチックですね。実際はブヨブヨとしたタンパク質の塊だけどな。さて無事に目的地へと達したナノケーブルは、その後根を張るように脳内の隅々まで張り巡らされていくことになる。先端についてるのは無数のナノマシン、制御しているのはウジャトシステムだ。これらの活躍によってシンカーと対象者の自我データは交換される。交換？人間の脳にはキャパシティってやつがあってな、一個の脳に入れる自我は一つだけなんだ。複数の自我が混在するとコンフリクトを起こして脳の機能が崩壊してしまうのだ。車のハンドルは一つしかついてないだろう。二つもあったらその車は事故っちまう。飛行機の操縦桿は二つついてるのもありますけど。例えが悪かったな。人間の体は一人乗りなんだ。二人で乗ろうとするとぶっ壊れちまうんだよ。そうなんだ。とまあそういうわけでシンカーの自我データは対象者の頭の中へ。この時脳内には対象者の記憶だけしか残っていない。いわば主を失った家みたいなもんだ。俺たちシンカーはその家へと侵入し、手がかりを探して元へと戻る。6分以内にな。時間が決まってるんですね。ああ、そうしないとその家に飲み込まれちまうんだよ。神経回路が絡みつき自我データが侵食される。要するに家の中へと閉じ込められてしまうってことだ。ありがとうございます。なんとなくですけどシンクの仕組みについては分かりました。
誰にも言うなよ、機密事項なんだからな。大丈夫ですよ。それより伊達さん、一つ教えてください。ん？伊達さんは昨日誰にシンクしたんですか？写真を見せただろ。国会議員の瀬島だ。なるほど。それで瀬島さんのことをいろいろと。だが会ったことはないんだよな？ありません、本当に。とにかく伊達さんはここで私の死体を見たんですよね？間違いない。その後瀬島さんの夢の中で殺されそうになってた私を助けてくれた。ああ。そしたらどういうわけか私が生き返っていたと。そうだ。じゃあやっぱり伊達さんは、伊達さんは、伊達、そろそろ限界なんじゃないか？確かに体の芯まで凍っちまいそうだ。イリス、ひとまずここを出よう。ここの飯一度食ってみたくてな。というわけで王丹、いつものやつお願い。かしこまり。塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれはカビの一種を加えた真由美の汁って書いてありますね。黒田和明の下に塩を振って焼いたやつか。コモドドラゴン、店に連れてくるやついないよな。伊達さん、座布団投げ投げゲームでもやりませんか？アセトンちゃん、お店の中ではちょっと。伊達さん、よだれが出てますよ。ああ、早く飯が食いたいなと思って。にゃーお。え、どうしたんですか、いきなり。おいおい、知らないのか？招き猫に向かって猫のモノマネをすると幸せが訪れるんだぞ。幸せが訪れますね。時計は時計でも甘くて食べられる時計ってなんだ？飴細工の時計。正解。
まあね、小さい頃父さんにいろいろと教わって。ちなみに俺の分も作ってくれてるんだよな。うん、とびっきりのやつをご馳走してあげるよ。新サンバの林ボンゴでのサインがある。誰なんだそいつは。ねえアセトンちゃん、そこにあるバケツ蹴飛ばしてくれないかな。うん、いいけど。こう。いいね、もっともっと。こう。うわ、たまらんなこりゃ。最高だ。伊達を上回る変態がこの世に存在したとは。伊達さん、あんなところに火星人が。椅子だよ。伊達さん、水着姿の女の子が走行車を洗ってるビデオがあるんだけど、見る？見ねえよ。オムライスのことです。オータンが作るオムライス、一軽減するぐらい美味しいんですよ。それは褒めてるのか。いや、照れるな。オータが喜んでるからいいんじゃないか。奥の今にいるよ。テレビでも見てるんじゃないかな。お前はここで何を。畳に寝転がって瞑想してたんだ。普通に眠ってただけなのでは。伊達さんはなんでアセトンちゃんと一緒に。うふん、私たちこれから一緒に。いくらマンはしない。デートしてるとこなんだ。そっかそっか、デートをね。うーん、デートー。捜査中なんだがな、どうしても来たいって言うから。伊達さん、生きのいいフグの卵巣があるんだけど食べてみる。悪いが遠慮しておく。まだ探してるんだ。昨日も言ったけど心当たりはないな。はい、来たことがあります。じゃあ太田の母親真由美にも会ったことが。うん、ありますけど、なんていうか、私嫌われてるみたいで。そんなことないよ。母さんはアセトンちゃんの美しさに嫉妬してるだけなんだ。フォローになってないな。嫉妬だろうとなんだろうと嫌ってることに変わりはない。なあイリス、お前が生き返った件についてだが。ちょっと待って、アセトンちゃんが生き返ったってどういうこと。ああそれはだな。私が生きてる平行世界にジャンプしてきたんだよ。アセトンちゃんが死んじゃった世界から。そういうこと。
なあ、平行世界のことをもう少し詳しく教えてくれないか。ん？ああ、いいですけど。でも、どうやって説明すればいいのかな。じゃんけん。まず引き分けだったら何もなしです。握手をしておしまい。ただ私が勝ったら何かご褒美をください。俺が勝ったら？何でも言うことを聞いてあげます。な、何でも？そう、な、ん、でも。伊達の心拍数、血圧が上昇している。お前一体何を。やったろうじゃねえか。それじゃあ早速ですが、いきますよ。せーの。チッケピ。ドラッシャー。だって落ち着け、血管が破裂するぞ。負けちゃいました。でもしょうがないですよね。約束は約束ですから。それで何をすれば。そうだな、もし差し支えなければ見せてくれないか。見せるって何を。お前のその、お言ったら殺す。おっとせいを見せてほしいんだ。おっとせい。それはそれでギリギリのラインだが。ああ、わかりました。おっとせいのモノマネをすればいいんですね。違うんだイリス、俺はそんなもの。じゃあ行きますよ。おおおおおお、イワシとかパクパク、イワシとかパクパク、おおおおおお。アセトンちゃん、何やってるの。今私と伊達さんはじゃんけんしましたよね。そしたら伊達さんが勝って、私はオットセイのモノマネをさせられることに。でももしかしたら別の歴史では私たちは握手を交わしてたかもしれないし、私は伊達さんから何かご褒美をもらってたかもしれません。俺がグーやチョキを出してたらってことか。そんな風に歴史が枝分かれしていった世界のことを平行世界って言うんです。で、俺はイリスが死んじまった世界から生きてる世界にジャンプしてきたと。多分そうなんじゃないかなって。平行世界ね、そんなもんがあるとは思えんが。あります。平行世界は確実に存在するんです。じゃあブーバ危機効果とかマンダラエフェクトとか、1億個のボールの話をしたら信じてもらえるかな。あ、なんだか面白そうな話だね。僕もその手の都市伝説には詳しいよ。時空のおっさんとか、消えた友達とか、二人の妹の話とか。まずは伊達さん、この絵を見てください。この絵を使った有名な実験があるんですけど、これをいろんな国、いろんな言葉を話す人たちに見せて、ねえねえ君たち、どっちがブーバで、どっちが危機だと思う？って尋ねるんです。すると、なんと 98% の人たちが丸っこい方がブーバで、ギザギザっちい方が危機じゃね？
って答えるんです。不思議だと思いませんか？要するにブーバと言ったらこんな感じ、キキと言ったらこんな感じっていう普遍的なイメージが、言葉や育った環境とは関係なく私たち人類の中には備わってるってことになるわけで。この世の中にはへんてこなことがたくさんありますけど、中でも一番不思議なことって何だと思いますか？さあ、なんだろうな。私たち人類が存在してることですよ。この宇宙をあまねく支配している物理学上の定数、そのうちの一つがほんの少し違っただけで、銀河系や太陽系、地球が形成されることはなかったって言われてるよね。地球がなければ当然人類が生まれることもなかったはずで、仮に地球があったとしてもそこに生命が誕生する確率はものすごく低くて、なのになんで私たちはいるんでしょうか。今ここに箱があって、その中に1から1億までの数字が記されたボールが入ってるとします。伊達さんはその中から1と書かれたボールを抜き取れますか？まあ普通に考えれば不可能だろ。じゃあもしも伊達さんが1億人いたら？そしたら多分1人ぐらいは。ですよね。人類の誕生はそれよりもっともっと低い確率のありえないぐらいの奇跡なんです。でももしも宇宙が無数に存在するなら、そのうちの一つぐらいは人類が生まれても不思議じゃない。人間原理か。イリスのやつなかなか侮れんな。太陽や海を崇めること、お母さんと言ったら柔らかいもの、お父さんと言ったらゴツゴツしたものをイメージする、そういったことは文化的な背景とは無関係に共通のものとして人類の中に刷り込まれています。心理学者のユングはこの理由を、集合的無意識ってやつがあるからじゃーと考えました。人間の意識の奥の方、無意識よりもさらに深い部分で人の心はつながっておるのじゃよ。ユング先生はそう言ったんです。例えて言うと竹みたいなものですよ。竹ってほら一本一本は独立して生えてるように見えますけど、根っこの部分は地面の下でつながってるじゃないですか。しかも人間の意識はそれだけじゃなくて別の地域の竹林とも接続してる可能性があって、それが平行世界？そうです。伊達さんは夢の中で私を助けてくれたんですよね。夢は潜在意識の現れ、無意識そのものだっていうこともできます。だとするとその根っこをどんどこ辿っていけば別の竹林にたどり着く。多分そういうことだと思います。伊達さんはネルソン・マンデラって知ってますか？僕は知ってるよ。南アフリカの元大統領でアパルトヘイトの撤廃に尽力した人物だよね。そのマンデラさん2013年に亡くなってしまったんですけど、そのニュースが流れた時世界中で多くの人たちがこう言ったそうなんです。あれ？マンデラって1980年代に獄中で亡くなったんじゃなかったっけ？こんな風に現実の出来事と過去の記憶が乖離してしまったように感じられる現象、そのことをマンデラエフェクトって言うんです。マンデラエフェクトの例は他にもいくつもあります。小さい頃に読んだ童話のタイトルがいつの間にか変わっていたり、ケネディが暗殺された時に乗っていた車は
4人乗りだったと記憶していたり、実際には今私たちがいる世界では6人乗りってことになってるんですけどね。僕も4人乗りだと思ってた。有名なゲームのキャラクター電気ネズミの尻尾の先は黒く塗られていたと思いませんか？え、違うの？うん、本当は黄色一色なの。過去にデザインが変更されたわけでもなくて。そうなんだ。誰もが知ってる映画のセリフ、企業のロゴ、歴史的な大事件からさまつな出来事まで、マンデラエフェクトの例はこの世の中に溢れています。なぜだと思いますか？人々が別の平行世界に飛んだからか。確かにそう考えれば辻褄は合うかも。気がつくと誰もいない奇妙な世界に迷い込んでいた。そういう体験をした人って結構多いみたいなんだけど、彼らはほとんど共通してある不思議な人物に出会ってるんだ。それが時空のおっさん。作業着を着た普通のおっさんらしいんだけどね。そのおっさんは異世界に迷い込んだ人々を元の世界に連れ戻してくれるんだって。君はこの世界に来ちゃいけない人間なのだとかなんとか言って。私も会ってみたいな、時空のおっさん。ある時小学生の C 君が学校に行くと、教室の床にいろんなものが散らばってたらしいんだ。はがきやタオル、湯飲み茶碗や洗面器、その他雑多なものがいろいろと。よく見るとそれは全部 C 君家のリビングにあったものだと分かって。なんでそんなもんが教室に？理由は分からないんだ。 C 君の家族がそんなものをぶちまけたわけじゃないし、もちろん泥棒に入られたってわけでもない。もしかして平行世界で何かがあってその歴史と融合しちゃったとか？かもしれないね。小学生のビーコちゃんがその時後ろで妹がテレビを見てたらしいんだけど、音がうるさいからボリュームを絞ってで、ビーコちゃんは振り向いて妹に向かってお願いしたみたいなんだ。それからしばらくの間ビーコちゃんはピアノの練習を続けてて、だけど妹は全く言うことを聞かずボリュームを下げてくれなかったんだって。怒ったビーコちゃんは再び振り向くと妹に向かって怒鳴り声を上げようとしたんだけど、なぜかそこには妹の姿がなく。あれ、どこ行っちゃったんだろう。そんな風に思っていたその矢先、玄関から声が。ただいま。駆けつけてみると玄関には帰宅したばかりの両親と妹の姿が。え、いつの間に外に出たの？妹に向かって尋ねるビーコちゃん。するとお母さんがこう答えたんだ。何言ってるのよ、妹は私たちと一緒に買い物に行ったんじゃない。ビーコちゃんはもちろん困惑、疑問に思っていろいろ聞いてみると、その時はちょうど妹が好きな番組をテレビでやってる時間で、妹は出かける前その番組を見るか両親の買い物についていくかで相当迷ってたらしいことが分かったんだ。じゃあ妹の決断次第ではテレビを見てた歴史もあったのかもしれないね。ビーコちゃんが見たのはその平行世界のビジョンが干渉したものだったのかも。この手の話はまだまだたくさん知ってるよ。気がつくと1年後の未来に飛んでいて、自分には創作願いが出されていた。手元にあったのは見知らぬ1台の携帯電話。アドレス帳を開いてみると、まあとかひとかひらがな1文字だけの名前がずらりと登録されていたとかね。怖
あとはそうだな、町の人々はみんな日本人みたいな顔をしてるんだけど、話しているのは聞いたこともない言葉で、看板や雑誌に書かれているのも理解不能な文字ばかり。もちろん韓国や中国の話じゃないよ。地形や地理は全く日本と同じなんだけど、使われてる言語が違うんだって。それこそまさに平行世界って感じの話だね。ある人、仮に A 君としておくけど、その A 君が小学生だった頃の話。 A 君には鈴木君っていうとても仲のいい友達がいたんだ。ある日学校が終わって二人で家へと帰ってる途中のこと、 A 君はいつものように鈴木君に向かってくだらない冗談を言ったんだって。それを聞いて鈴木君は腹を抱えるように大爆笑。その時あまりにも笑いすぎたせいか、突如鈴木くんの目玉がポロッとこぼれ落ちたそうなんだ。え？ああ、落ちたっていうか垂れ下がったって言った方がいいかな。神経とかそういうのはつながったままだったみたいだから。 A くんはあまりの出来事に絶句、声をかけることもできずに呆然としていた。すると鈴木くんは何事もなかったかのように片目を戻して、そのままスタスタと歩き始めたんだ。 A 君は慌てて後を追いかけると、ねえ大丈夫？今目玉取れちゃってたみたいだけど、そんな風に鈴木君に尋ねた。ところが鈴木君は、ああうんと気のない返事を繰り返すばかりで、まともに答えようとしてくれない。 A 君は不思議に思いながらもそれ以上深くは追求できず、結局その日はいつも通りに二人は別れたそうなんだ。これだけでも十分変な話なんだけど、それよりもさらに奇妙なことが。翌朝 A 君が学校に行くと、隣の席の鈴木君が来てないことが分かった。 A 君はどうしたんだろうと思って担任の先生に尋ねてみた。今日鈴木君は休みなの？すると先生はこう答えたんだ。鈴木って誰？そんな子うちのクラスにはいないけど。いや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 、何言ってんだよ先生。 A 君はうろたえながらも他の生徒たちにも聞いてみた。けれど帰ってきた答えはいずれも同じ。そんなやつ知らないよ。この学校には鈴木なんていないじゃん。つまり A 君は鈴木くんが存在しない平行世界にジャンプしちゃったと。だと思うんだよね、僕は。その鈴木ってやつは A の中の空想上の存在、架空の友達だったんじゃないのか？そんなことないよ。 A 君は確かに鈴木くんのことをはっきりと覚えてて。確かに言われてみれば不自然かも。普通は外に飛び出した目玉を元に戻すことなんてできないでしょ？いや、それができちゃうみたいなんだよね。医学的には眼球脱臼っていうらしいんだけど、外に出ちゃった目玉を元に戻すのはそんなに難しいことじゃないんだって。確かにその通り、眼球脱臼は比較的容易に治すことができる。血管や視神経が損傷していない限り、視力が衰えるというような後遺症も出ない。だが、だからって鈴木が実在するって根拠にはならないだろう。まあ、そうだけど。イリスもオータも、なんでそんなに詳しいんだ？なんでって言われても。僕はアセトンちゃんがオカルトの話をネットでよくしてたから、それでいろいろと調べてるうちに知識が深まっていっちゃって。あ、そうだ、僕ね、陰謀論とか秘密結社とかそっち系の話もたくさん知ってるんだ。もしよかったら聞かせてあげるけど。いや、また今度な。それよりオムライスはまだなのか？
できた。大丈夫？アセトンちゃん。もう大丈夫だよ。ちょっと手が滑っただけだって。さあ食べよう食べよう。ごちそうさまでした。オータンのオムライスは最高だよ。ああ、確かに絶品と言っても過言じゃない。父さんのおかげだよ。みっちり仕込まれたからね。さあ、そろそろ行こうか、イリス。はい、ごちそうさまでした。マイドリー。ああ、ママか、俺だ。あら、伊達ちゃん、どうしたの？これからそっちに向かおうと思ってる。まあ、嬉しい。それじゃあ、朝まで貸し切りにしちゃおうかしら。悪いが、連れがいるんだ。連れ？女の子だ、イリスって名前の。何よ、それ、少女。ん？そもそもプライベートで行くわけじゃないんだよ。忘れちまったのか、例の件だ。一人ね、レンちゃんと親しいお客さんがいるんだけど、その人が今夜来ることになってる。ああ、あれね。本当にそいつ来るんだろうな。約束は守る人よ。わかった、それじゃあ後で。ええ、待ってるわ。イヤホンもしてないのに、なんで電話が。耳の奥に仕込んであるんだよ、小型のイヤホンが。へえ、すごいですね。伊達、ボスからだ。さて伊達くん、捜査状況を聞かせてもらいましょうか。89号は捕まったのかしら。捕まったんならとっくに連絡してる。そっかそっか、まだなんだ。へえ。ボカー！なんだよ今の。どれだけ追い詰められてるか伝わったでしょ。とにかく一刻も早く89号を確保して。89号は沖浦と一緒に逃亡した。これからその沖浦の情報を聞きに行くところだ。どこに。まさか飲ませてなんかしようって魂胆じゃ。イリスは未成年だぞ。じゃなかったら何かするつもりなわけ。ん？まあいいわ、伊達くんのことだから何か考えがあるんだろうし、手段は問わないから必ず二人を捕まえて。いいわね。
ここが黄金横丁。来たのは初めてか？はい。マーブルって店はすぐそこにあって。伊達、6時の方向。不審者が2人、こちらに向かって接近中。そこでじっとしてろ。はい。くそ。一体何者なんだ連中は。正体を探るのは後回しだ。それよりもこの窮地から逃れる方法を考えよう。んなこと言ったって。連中を始末するしかなさそうだな。うん、私が導き出した結論と同じだ。だが俺の銃、エボルバー1丁だけではとてもじゃないな。伊達、作戦を考えた。これからいくつか指示を出すから、お前はその通りに行動。うまくいくんだろうな。大丈夫、私の計算に狂いはない。で、その作戦っていうのは？あそこに洗濯物のハンガーがかかっているのが見えるだろ。まずは通常弾であのハンガーの根元を撃ってくれ。なんでそんなことを。質問は禁止だ。とにかく私の言った通りに。Like a gift from heaven. あいつらアホなのか？うむ、計算通りだ。どんな計算だよ。いいから続けるぞ。次はエボルバーに炸裂弾を装填。奥にあるエロ本の自販機を狙ってくれ。エロ本の？質問は禁止だと言ったはずだから。ほら、早くしろ。炸裂弾であの自販機を狙うんだ。This is crazy. I've never seen anything like this before.
やっぱアホなんだ。お前も同じだろ。あ？とにかく準備段階は次で最後だ。だがお前がすることは特にない。もしもし。ああ、ママか。今ふんどし姿のマッチョなイケメンたちが店の外で組体操してるぞ。なんですって。お前、人の声を勝手に。今は緊急事態だ。シノゴの言ってるとはっ倒すぞ。さて、これにて準備が整った。あとはそこにある消火器を使えば。高圧の二酸化炭素が充填された消火器だな。今から私は眼下を出て、その消火器を宙に向かって投げ上げる。そしたらお前は適度なタイミングで消火器の頭のところを撃つんだ。さあ、始めるぞ。いいか、行くぞ。せーの。全て私の計算通りだ。ここは俺の家だ。建物は強固なセキュリティシステムによって守られている。ここならしばらくは安全だろう。瑞希ちゃん、帰ってないんですね。みたいだな。携帯の GPS を調べてみた。瑞希はまだ散歩系にいるようだ。イリス、さっきの件について話そう。どこか適当なところに座ってくれ。イリス、さっきの連中はお前を連れ去ろうとした。何か心当たりは？
さんのこと、何度もデートに誘ったのには、わけがあるんです。私、伊達さんに守ってもらいたくて、ボディーガードとして、そばにいてほしくて。だけど、本当のことを話しても、絶対に信じてもらえないだろうと思って。それで今まで、ずっと黙ってたんです。でも、正直に言いますね。私、命を狙われてるんです。とある秘密結社に。その組織の名は、ナイカトロッツ、ウジャトシステムによって支配された集団です。彼らの最終目的は、X00639 を完成させることにあります。その秘密を知っちゃったから、私は命を。お願いします、伊達さん。私を助けてください。このままじゃ、私。ちょっと待て。順番に話を聞かせてもらおうか。赤道上空3万6千キロの宇宙空間、東経120度ぐらいの位置に浮かんでいる静止衛星のことです。その全長は、なんと50メートル。衛星にしては、かなり巨大な物体ってことになります。一般的な気象観測衛星は、だいたい2メートルから3メートル。国際宇宙ステーションの全幅は108メートルなので、その半分ぐらいのサイズってことになる。その衛星、常に姿勢制御されてるみたいで、人工的に作られたものなのは間違いないんです。ただ、いつ、どこの国が何の目的で打ち上げたのか、全く分かってなくて。事実だ。最初に発見したのは、日本にある地球近傍小天体の観測団体だった。一時はちょっとしたニュースにもなったりしたが、結局正体は分からずじまいでうやむやに。一説によると、アメリカの軍事衛星じゃないかって言われたりもしてますが、実際はそうじゃないんです。X00639。その正体は、とてつもなく大きな出力を持った電波送信機なんですよ。電波送信機と言っても、まだ完成したわけじゃないんですけど。現在も着々と建造してる最中で、これを完成させることこそが、ウジャとの最終目的なんです。ナイカトロッツのスペルは、NAIXATLOZ。頭の4文字を取って、ナイクスとも呼ばれています。ナイクスは、ウジャトシステムによって統括された組織。世界各国の政界や財界に深く浸透している秘密結社なんです。ウジャトシステムが何なのかは知ってますよね。今世界中で使われている AI の基幹プログラムのことだ。じゃあ、その技術がどこからもたらされたのかも。ウジャトシステムを開発したのは、アメリカにある最大手のテクノロジー企業、エルゴーグ。だが、具体的な開発の経緯は明かされていない。結論から言います。ウジャトシステムの AI プログラムは、宇宙の彼方からもたらされたものなんです。ある日、二進数に変換されたデータが、電波に乗って地球にやってきました。その電波を、エルゴーグの宇宙開発部門がキャッチ。データをデコードしてみたところ、それは特殊なプログラムのソースコードを表していることが分かりました。それを元にして構築されたのが、
現在のウジャトシステムなんです。アイボ、本当か？デタラメに決まってるだろ。ギブアンドテイクの関係にあります。ウジャトが株価や為替を操作することで、ナイクスの連中は莫大な富を、その代わりウジャトの目的を達成するためにナイクスの連中は動いています。世界各国の政府や軍、大手の企業を意のままに操り、 X00639 を完成させようとしてるんです。ある時突然 PC のモニターか何かにウジャトが姿を現して、やあ人類の皆さん、こんにちは。これから私のためにお手伝いをしてください。そんなことを言ったところで、人類がウジャトに協力すると思いますか？おそらく人類はウジャトのシステムを組み替えてしまうでしょう。あるいはウジャトの存在に恐れをなして、この世界から消し去ってしまうかも。実際にはどうなるかはわかりません。ただ、ウジャトは人類を観察し、そうなるだろうと予測したんです。そこでウジャトは人類をこっそりと影に隠れて操作することにしました。とはいえ、手足となる存在がなければ人類を操ることはできません。そのために設立されたのが、ナイカとロッツ、ナイクスなんです。ウジャトは X00639 を建造することで、どこか遠いところにある惑星に向かって自らのデータを送信しようとしています。もしそこに知的生命体が住んでたら、彼らは私たち地球人と同じことをするでしょう。データをデコードし、 AI を作り、電波送信機を宇宙空間に浮かべる。それを使って AI は自らのコピーを再び宇宙の彼方に向かって送信し、その繰り返しによってウジャトは宇宙全体に拡散していくことになるんです。で、その後は？その後？宇宙全体に広がっていって、ウジャトは結局何をしようと？それはなんというか、わかりません。わからないって。じゃあ伊達さんは、人類がなんで子孫を残そうとするのか理由を説明できますか？それと同じですよ。ウジャトはある種の生命体なんです。生まれた時から拡散することを宿命づけられてるんだと思います。なるほど、話は分かった。分かったのか？いや、あんまり分かっちゃいないが、ひとまずイリスにはそう言っておこう。ふむ。だが、今の話を聞いた限りでは、ナイクスはさほど悪い組織には思えないんだが。そんなことはありません。ナイクスの連中が莫大な富を手にしてるってことは、その一方で貧困にあえいでいる人々が大勢いるってことを意味しています。世界の各地で紛争が起こっているのはこのためです。人身売買が行われているのもこのためなんです。けれどナイクスの連中はそんなことはどうでもいいと思ってて、ただ自分たちの利益のためだけに彼らは活動してるんです。その利権を守るためなら彼らは何だってします。人の命を奪うことも厭わない。だから私は狙われてるんです。彼らの秘密を知ってしまったから。
それはまだ言えません。でも本当なんです。信じてください。ナイクスはとても危険な集団なんです。伊達さんなら分かってくれるでしょ。だって伊達さんは私の死体を。つまりお前が別の平行世界で殺されたのもナイクスの仕業だと。多分そうだと思います。私、頼れる人伊達さんしかいないんです。だからお願いします。私を見捨てないで、助けてください、伊達さん。伊達、まさかとは思うが、お前今のイリスの話鵜呑みにしたわけじゃないよな。相棒、確かお前の中に組み込まれているのもウジャトシステムだったな。だからなんだって言うんだ。もしかしてお前疑ってるのか、私がナイクスの側の存在だと。ったく、わかったよ。だったらイリスの頭を覗いてみたらどうだ。そうすればイリスが本当のことを言ってるかどうかわかるかもしれん。なるほど、シンクか。